活っきよい。関取くんは、日本相撲協会の公式マスコットキャラクター。本校では、主人公キャラクターである、ひよの山とその周囲にいる、関州らキャラクターについても解説する。2009年8月31日に、協会の公式キャラクターとして発表された。マスコットを設けた理由の一つとして、若い世代に相撲に関心を持ってもらうことが、狙いとしている。 公式サイト上の案内にも小さな子供でも読みやすいように振り仮名を振る配慮がされている。グッズも随時制作されている。NHK の大相撲中継ではデジタル放送において4、3サイズの映像を流す際、サイドパネルに日用の山のイラストが表示されていたが、近年はめっきり使用されなくなった。着ぐるみなどは 関取姿だが、日本相撲協会ホームページに連載されている漫画版では、まだ3段目にいる。のっぽとっぽちゃん、青ゾーラ、ご飯じゃわん、テレシーズ、スパーキーほか、多数のキャラクターをデザインしている、西塚克幸によるもの。川で処防新社より、漫画版と、力士や裏方のインタビューなどを収録した書籍が、刊行されている。ありがとうございます。